こんにちは。今回は中洲周辺の再開発を見ていきたいと思います。最初に紹介するのは中洲中島町オフィスプロジェクトです。地下鉄空港線中洲川端駅から徒歩3分、天神駅から徒歩6分の昭和通りに面した中洲中島町にオフィスビルが建設されています。地上14階、敷地面積は2000平方メートル、延び床面積は16000平方メートルです。メインエントランスとなる南東側には天井高さ約10メートルのピロティを設けます。開放感あるピロティは街に豊かな屋外空間を提供するとともに、オフィスと街をつなぎ賑わいを創出します。北西側には緑豊かで落ち着きのあるポケットパークを設け、地域の人々やビル利用者が日常的に利用しやすい憩いの空間を提供します。また各フロアに共用のリフレッシュバルコニーと、10階より上のフロアには専用バルコニーを設けることで、気軽に外気に触れリフレッシュできる空間を創出します。さらに屋上には入居者専用のルーフトップガーデンとリフレッシュラウンジを設けており、開けた眺望を眺めながらコミュニケーションの場、リフレッシュの場としても活用できます。2023年6月末に竣工でした。次はザ・ロイヤルパークキャンバス福岡中洲です。明治安田生命福岡ビルの跡地にホテルが新設されます。ホテル名はザ・ロイヤルパークキャンバス福岡中洲で、2023年8月に開業します。地上14階、敷地面積1800平方メートル、延び床面積は12500平方メートルです。福岡市地下鉄の中洲川端駅からも徒歩2分で、とても立地が良いです。客室は全部で255室で、レストランやラウンジ、大浴場などが設けられます。複合施設内には旧明治安田生命福岡ビルのホールを受け継ぎ、各種イベントやコンベンションなどの開催を可能とした多目的施設明治安田ホールがホテル開業と同時にオープンする予定です。ホールの面積は約240平方メートル、シアター形式時で240席、スクール形式時で120席となります。会議や交流会などの情報発信機能や、展示会や音楽会などのイベント演出機能の双方に適した内装となっており、ライブ配信機能の整備も備えられます。また地上部の公開空地としてピロティを設けて、歩行者空間としてエリアの回遊性を高めるとともに、地域イベントの場としても活用していきます。以前この場所にあった明治安田生命福岡ビルは地上9階、地下2階、1963年の竣工でした。次は博多綱場プロジェクトです。博多区綱場町に事務所、店舗を兼ね備えたビルが建設されました。地上12階、敷地面積2800平方メートル、延べ床面積は21800平方メートルです。呉服町駅から徒歩1分で、中洲川端駅から徒歩4分の位置にあります。2階のワンフロア面積は約298坪ですが、上層階に行くほどフロア面積が広くなるという特徴的なデザインとなっています。セキュリティカードをかざせばボタンに触れずに目的の階へ行けるエレベーターなど、感染症対策システムも備えています。
他にも入居者が快適に過ごせるように緑あふれる外部空間や各階に配置したバリアフリートイレ、ピクトグラムを採用した館内サインなどをはじめとするユニバーサルデザインなど様々な設備を整えています。2023年2月に竣工しました。次は須崎公園です。須崎公園エリア一帯の再整備のため2021年8月に公園が閉鎖されました。2021年の秋には公園の取り壊しが始まり、その後完全に更地になっていました。このエリアでは現在須崎公園と市民会館を一体的に再整備する事業が展開されています。敷地面積は合計約4万平方メートルで、福岡市民会館の後継となる拠点文化施設が建設されます。文化施設には約2000席の大ホールや約800席の中ホール、約150席の文化活動ホールが設けられます。また芝生広場にはレストランを設けるほか、水辺に開かれた新たな公園も整備されます。両施設の魅力が合わさった緑あふれる文化芸術空間を創出し、市民だけでなく国内外から多くの人々が集うエリアの形成を目指します。この施設の供用開始時期については予定より1年遅れて2025年3月になります。地球温暖化対策として電気自動車専用の駐車場を整備するなど計画を変更したことにより、工事費も13億円余り増える見込みです。このチャンネルでは福岡の再開発状況などを配信しております。今後の活動の大きな励みとなるので、もしよろしければチャンネル登録、高評価をしていただけると大変ありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。